中華人民共和国外交部報道局元スポークスマン構想。外交部は攻撃的な外交スタイルを採用する中国政府機関の一つである。戦狼外交とは21世紀に中華人民共和国の外交官が採用したとされる攻撃的な外交スタイルのことである。この用語は中国の乱暴風のアクション映画戦狼ウルフ・オブ・オーからの造語である。 論争を避け、協力的なレトリックを重視していた以前の外交観光とは対照的に戦狼外交はより好戦的である。支持者はソーシャルメディアやインタビューで中国への批判に対して声高に反論や反爆をしている。戦狼外交という言葉が外交方針への表現として広まったのは COVID-19 の大流行時であるが、 戦狼型の外交官が登場したのはその数年前のことである。中国共産党の習近平総書記のはっきりした外交政策、中国当局者の間での西側からの反中敵への認識、中国の外交官僚制度の変化が出現の要因として挙げられている。イギリス紙ザエコノミストは戦狼外交の定義を 中国の台頭は避けられず、抵抗しても無駄だということを理解するために、痛みを感じなければならない国がある。アメリカは、自国の問題で頭をいっぱいなので、それらの国に助けは来ないし、その痛みそれ自体が有益な教育になる。としている。ロンドンの中国大使館で竜暁月名と、女中国のメンバー戦を狼外交とは、中国の外交官が、対立的なレトリックを用い、 インタビューやソーシャルメディア上での中国への批判や論争に反発する外交官の意思が強まっていることが特徴である。これは中国が国際外交において投稿要界」との言葉に代表されるように裏で活動し論争を避け国際協力のレトリックを重視していた以前の中国の外交政策とは一線を画すものである。この変化は中国政府と 中国共産党がより大きな世界とどのように関わり交流するかという点で大きな変化を反映している。中国の外交政策に過去を取り入れる取り組みも国家への忠誠よりも民族への忠誠に重点を置いて強化されている。戦狼外交は2017年に出現し始めたが、それ以前から中国の外交にはすでにその要素が組み込まれていた。 戦狼外交に似た独断的な外交の押し付けは2008年の金融危機の後にも指摘されている。2019年7月、在パキスタン大使館の調律権がアメリカ合衆国内の人種差別等に対しツイッター上で批判をしたことがきっかけで中国外交官と戦狼シリーズの比較がされ始めた。戦狼外交の出現は 習近平総書記の政治的野心と中国政府関係者の間で感じた西側からの反中的意図が結びついている。習近平、朝律権のほか中国外交部の花春、明田、劉行名なども戦狼外交の著名な支持者とされている。戦狼はコビットナインティーン大流行の時に流行語として使われるようになった。ヨーロッパでは指導者たちは以前は 小国や弱小国としか使わなかったような外交口調を中国が使い、協調的口調からその反対へと変化したことに驚きを示した。戦狼の事例としては次のようなものが挙げられる。戦狼外交をもたらしたと思われる要因の一つとして内部の職員業績報告書に広報部分が追加されたことがある。これにより中国の外交官はソーシャルメディアで 積極的に活動し、物議を醸すようなインタビューを受けるようになった。さらに、中国の外交官の若い幹部が、中国の外交サービスにおいて徐々に出世し、この世代交代も変化の一端を担っていると見られている。ソーシャルメディア上での活動が大幅に増加し、ソーシャルメディア上で関わる際の口調はより直接的で対立的なものになった。戦狼外交はまた、 欧米の外交官のソーシャルメディアの存在に対して必要な対応としてフレーム化されている。戦狼ウルフオブ王のセットでの暮れ系戦狼とは2017年に公開された中国映画戦狼ウルフオブ王を指している。本映画は人民解放軍の退役兵が現地に取り残された中国人を保護するために アフリカでクーデターを企てるヨーロッパの民間軍事会社と戦い、最終的には人民解放軍とともに、それらの人々の救出に成功するというものである。キャッチコピーは、反話がなかしゃ必ずというものであるとともに、本映画の最終カットは、中国のパスポートの表紙と共に次の文字が示された。中華人民共和国の市民、外国の土地で危険にあっても、 諦めないでください。あなたの後ろには強い祖国が立っていることを覚えていてください。作品中では人民解放軍は国連決議がなければ何らの軍事的行動も取れないと主張するなど終始理性的な存在として描かれる。一方で米軍は主人公を列島民族は弱々しく生き続ける運命だと侮辱するなど王兵で 暴力的な存在として描かれている。また、作品中には、撤退する、米軍官邸と進中する、人民解放軍官邸が洋上ですれ違うなど、勢力を拡大する、人民解放軍と、衰退する米軍を印象づける演出も多い。本映画は、2017年7月28日に、中国での公開が始まった。 中国とアジアでの観客動員数は1.6億人を突破し、歴代興行収入1位を記録した。戦狼外交はしばしば強い反響を呼び、場合によっては中国や特定の外交官に対する反発を引き起こしている。2020年の全国人民代表大会での記者会見で記者が大き外相に戦狼外交について質問した際には、 大き外相はこの言葉を支持しなかったものの、中国の外交官は決して喧嘩をしたり、他人を強いかげたりしないが、我々には原則と根性があると述べるとともに、我々はいかなる意図的な侮辱に対しても断固として国の名誉と尊厳を守るために押し返すだろうと回答した。また、中米台北経済文化代表どころの代表の省、みことは、 戦猫と呼ばれ、自分自身でもこの言葉を使い始めた。2021年5月、習近平総書記は、自信を示すだけでなく謙虚で、信頼され、愛され、尊敬される中国のイメージ作りに努力しなければいけないと語り、外国から愛される中国のイメージ作りを支持し、中国共産党が組織的に取り組み、予算を増やし、地中的、 新中的な国際世論の拡大を実現する、要対外情報発信の強化を図るよう訴えたが、これは、戦狼外交は、中国内では、支持を得ているが、国際的には、反中感情を高めており、高圧的な対外発信で、中国の好感度が下がっていることへの反省があると、見られる。戦狼外交は、中国の国益を損なっているという指摘があり、 読売新聞は敵対的とみなした国を制裁関税や露骨な中傷で脅し屈服を迫る戦狼外交は世界中で中国のイメージを悪化させている。国民の愛国心を満足させても中国の利益にはならないだろうと批判している。ありがとうございます。